はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。先日ね、発売されたゲームラボ年末年始2024という雑誌の方で、32ビットの先駆者 3DO というね、記事を扱わせていただいた、書かせていただいたんですけども、まあ、こちらですね。はい。で、その 3DO のね、ことをまとめていろいろ書いたんですけども、そこで扱わなかったゲームを挑戦していこうということで、今回はゴールフィールドハンター2回目。はい。ということで、これアニメ化されて、っていうかアニメのを原作としてるゲーム化なんだけど、アニメ知らないんだけど、まあ、とりあえずプレイをしていこうかと思います。ということでね。まあ、正直、まあ、前回のプレイでお察しくださいってとこなんですけど、割と適当なプレイで勝ってます。で、一応ね、取説とかにはね、違うか。パッケージにはね、全20話って書いてあるから、で、前回5話やったから、まあ、大体4回ぐらいで終わるのかなっていうね、見積もりはあるんですけど、ただ終わるかなっていうのと、そうなると今度は僕が内容面で充実させなきゃいけないっていうのがちょっと辛いんだよな。まあでも一話一話もしかしたら試合の長さの差もあるから、ちょっとそうは終わんないか。いや、もうこれ最初にね、あんまり楽曲使ってるようなやつは、ね、やんない方がいいという教訓がありましてですね。なんだっけ、 A ボタンパス、 B ボタンジャンプね、 C ボタンシュートで、ボール持ってない時はスライディングが C ボタン、 B ボタン、 A ボタン、 A ボタン、 B ボタン、まあいいや。で、前回の続きからいくから、ストーリーモードの続きから、これ封印されたエース、こっからですね。エースって誰だろうという感じでね。なあヒカル、今週のバニティ戦だけどな、バニティアスカイってすごいやつがいるんだ。アスカイ？あいつは強い。多分サテライトで一番。いや、トップに上がっても十分通用する強さだ。小学校、中学、そして高校。アスカイと寺林は黄金コンビとしていつも俺の前に立ち塞がっていたんだ。へえ、あの寺林と黄金コンビね。よし、ちょっくらアスカイってやつを見に行ってくっか。あ、ちなみに毎回やってる通り、前回やった通り、試合ではプレイヤーが操作するのは自分自身だけなんですよ。いや、すごいな。お、あれがアスカイか。まったく、なんで私までこんなスパイみたいなことに付き合わなきゃならないの。まあまあ、かおりさん、いいじゃないの。首の曲がり方がちょっとすごいな。辰村、彼女とデートとは余裕だな。デートじゃないですよ。デートじゃないの。あれ、なんで俺の名前知ってんだよ。この前の試合見せてもらったからな。ゆっくりスパイしていっていいぜ、お二人さん。待てよ、扱い。ここで試合すんのか。今度の試合絶対に叩き潰してやるぜ、覚悟しときな。勝つのはいつも俺。あの野郎。
応 これだけ見とくか。一応この子のセリフだけでも聞いとくか。多分自分のフォーメーションとかどうでもよくて、もう自分の側の選手データもどうでもよくて、この子だけ喋らせよう。フォーメーションは433。バニティはアスカイさんのワンマンチームと言われているわ。他の選手の能力も平均的に高いけど、ほとんどアスカイさんが一人で点を取ってるからね。この天才ストライカーに勝つのは至難の業よ。こいつを防げばいいのね。アスカイってすごいね。アスカイってすごいないるのかな、そんな名字の人。お、ということで、そろそろキックオフか。イメージ的にはあれかな、エスパルス対ベルディみたいな感じなのかな。あ、しまった。あれ、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 そう、前回12回ぐらい行ったんだっけ。あれ、あれ、よし、あれうん、まあいいや。決めてやるぜ。俺に回せ。決めてやるぜ。あ、ジャンプジャンプジャンプ、あっいやいや、オラオラオラじゃないんだよ。おりゃ、出勤。間違えシュートしちゃった。どうぞ。いや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 、俺は俺は、あ、これか。出勤あ、こいつ、いやいや、ダメだダメだ、そんなところに行っちゃ。あれ、どうやったらよかったんだっけな。あ、引っかかってる、引っかかってる。やばいやばいやばい。どうする？左か。おい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 。俺に回せ。俺に回せ。俺に回せ。どうする？あれ、俺じゃない。左か。俺に回せ。おりゃ。出勤。あれ。間違えた。あれ、どうやって入れんだっけ、シュート。思い出せない。どうする？俺に回せ！おっしゃ！取られてる。おらおらおら！それそれ。俺に回せ！いやいやいや、よし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 、俺に回せ。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 決めてやるぜ。いや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 、来た来た、ジャンプジャンプジャンプ、シュート、入った。よっしゃよっしゃ、よっしゃ、これでこれでいける。お前サッカーゲームやる気ないだろって言われると、でもこれが正解だと言いたい。このゲームにおいてはこれが正解と言いたい。
あれ、おい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 、あれ、危ねえ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 、おらおらおら、あれ、おりゃおりゃ、いやいやいや、いや俺に回せ、俺に、よし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 、あ、間違えて撃っちゃった撃っちゃった、あれ？よし、よかったよかった。いいパスになったと思っておこう。あ、味方か。引っかかってる、引っかかってる。ジャンプ、よっしゃまあサッカーかどうかって言われると僕も悩むところはあるんだけど、やっぱり勝てる手を考えなきゃいけないんですよ、こういうゲームは。いかにリアルにサッカーやろうとしても、あのコンピューターがそれを阻止してくるから。あれあれ、ちょ、ああ、試合長いな、もっと短い試合にしてほしいな。いや、もういいですよ。そろそろキックオフか。ですよ。結構時間かかるな。今日5はいけるか分かんないな、この、やっぱ。前回の、なんか、PK の時間がね、結構、なんだかんだ言って短かったり、PK の、場合ってあれあんまり時間取らなかったから、あれでだいぶ短縮されてると思うんですよ。でも今回そういうのないと思うんで、 あるかな、多分基本全部試合だと思うんだよね。あれ、いやいやいや、あれダメだよ、こやっぱ縦にね、高くっていうか、あれ全然ダメだ。オラオラオラーちゅうか、オラオラオラやべえ、今思いっきりタックル食らわしてた。オラオラオラまたタックルやっちゃった。あれ、これはスライディングがいいよね、やっぱ。あれ、危ない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 、俺にあれ、ちょっと俺にえ、入ってんじゃん、防げよ。やっぱ行かなきゃダメなんだな、行かないと。はい、俺が、あれ、あ、間違えて撃っちゃった、えいオラ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 、あれ、どっちか、あいつか、もうあんなとこまで行ってんじゃんすげえ、俺に回せ、今危なかったな、何気に。どうする、俺に回せ、俺に、よっしゃシュート、あれ入んなかった、ミスった、決めてやるぜ、あ、間違えたそっか、あのキーパーのポーズは撮ってるっていうか、シュッ、あ、それダメなのか、そっか、あのこのぐらいこの時期のサッカーゲームって結構キーパーがボールから手離してても張り付いてるんですよねあのまだこの時代は張り付いてるんですよ。
あれがね 3D になってあのちゃんと、あやべえ PK か、PK じゃなかった、よしよしよし、俺に回せ、どうせいや味方だろ、どうせ、いや左か、だボタンの関係上さ、なんかスライディングをやってるつもりがショルダータックルみたいな、スライディング、あやっぱシュート打っちゃったよ、そうスライディングの流れの中でボール取っちゃってシュートしちゃうっていうのが今 C ボタン連打パターンのね罠で、これ B ボタンじゃ、ああ打っちゃった打っちゃった、また打っちゃったよ、いけいけ、なんで今行かないかな、あいつって張り付いてんだよね絶対、あすげえ、なんかスライディングシュートみたいな感じだったな、コムが、やべやべやべ、いけいけ、横走り横走り速え、あれあれ横走り速かったけど追いつく、あお前お前ら邪魔だよ邪魔、ああいうのもう張り付いてるんですよ、ああいうやつ、一部のゲームはあそこでスライディングとか食らわすとなんかキーパーが球を落とす時あるゲームもあるけどさ、いやいや、やべ、俺に回せ俺に回せ俺に回せってあ俺に回す、間違えちゃった、シュートパスボタン押しちゃった横走り横走り横走り、あじゃあ横走り横走り横走り、もう 3D なのか 2D なのか分かんない時代で、あーやべやべ危ない、俺に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 、よし来た、でジャンプスライディングをジャンプでかわす、あー余計なことやったどう来た、シュート、やべ早かった今シュート、あ誰か打ってくれたよし、まあまあまあ何でもいいや、勝った勝った、ということでね、このゲームをこう続けてて僕は何一つサッカーらしきことをしてないような気がするんですけども、一応勝ちました4対1、いいね、あれこの感じだと3試合3シナリオ4話ぐらいいくと、もう4時あ1時間超えるな、まあ早くやれるねところはガガッといけるように、最強のライバルだ、すごい戦う時が楽しみだぜ、タツムラヒカル、お前は俺が思っていた以上のやつだった、しかし次はこうはいかん、いやそんなに君活躍してなかったよ、この俺だ、どうする、あ行きます行きます、いやお前カッコつけても関係ねえだろお前いやお前関係ねえだろってい
日野じゃないか。へへ、君らバニティ相手にいい勝負したんだってね。でもアスカイも君らもお猿さんみたいに単純なサッカーするから、これ多分宮本選手が怪我してこうつけてた時よりも時代的に早いはずなんだけどな。まあ悪いけど優勝はうちらバルキューレで。こういうメガネがあるのかよくわかんないんだよな、これも。あのよ、昨日忠告してやるぜ。プロは口先でサッカーをやるんじゃねえ、実力で勝負だ。キザバヤシ君いいこと言うね。俺はキザバヤシじゃねえ、寺林だ、覚えとけ。素直じゃないね。じゃあまた大事な情報調べといたわよ。うん、あれ色が違う。ミッドフィルダーを中心にした試合を組み立ててくるチームよ。ミッドフィルダーの木の正さん、色足りなかったのかな。パスの技術はなかなかのものらしいわ。彼のパス回しに振り回されないようにね。あんま関係ないと思うんだよね、ゲーム内容的に。なんかこいつがどうすごいって言われても。そろそろキックオフか。問題はこの試合中に仮面をつけてるやつがいるかどうか。多分いないと思うんだけど。これはあれか、ベルマーレか、色的には。全然違う感じだけども、ロゴの形的にベルマーレっぽいよね。あれ、よし、あれ、あー、うわ、うわ、うわ、あれ、あれ、あれ、あいつ、よし、あれ、頭に来たぜ、俺に回せ。あ、そう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 、今なんかパスもらったと思ったらなんかパスが当たってこなかった。行けー。あ、やべやべ。お、今持ってる持ってる。なんかラッキーにも持ってた。このね、こいつなんだけど、このっ入ったーよっしゃ。このさ、選手中心にこうぐるぐる回るカメラのゲームってスーファミにもあるんだけどさ、結構ね酔いやすいっていうか分かりにくいんだよね。このボールが反転構成になるとこうなるでしょ。取り合いすると本当にねわけわかんなくなるんですよ。で今僕がやってるの、あやべ、あ抜けなかった。行くぜ。打ってバカな、打てよ誰か。このゲームにおいてなんかパスから誰かに打たせるっていう気にはならない。ファールやっちまった。オラオラ行くぜ。誰にパスをする。じゃあこの斜め走りで、や斜め走り絶対速いよねこのゲーム。あやばいやばい。
キーパーどうした？あれキーパーが飛んだけども、あ、え、目の前の選手が、じゃあパス、いけ、間違えて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 、え、入れろよ、間違えてパスボタン押しちゃった。バカの、決めてやるぜ、シュート、よっしゃ、これない、これキーパー来る、あのその横をすり抜けるシュートみたいなね、多分これがこのゲームのね、あの一番狙えるパターンかなっていう気がしてるんですよ。バカの、俺に回せ、俺に回せ、いや俺に回せ、いや、そこまでいったら入れろよ、行くぜ、俺に回せ、上がれ上がれ、頭に来たぜ。多分ね、このゲームはスーハミだとね、多分ジーコサッカー、ジーコサッカーじゃねえや、あのラモスのサッカーだと思うんだよね、近いのは。前にもなんかどっかで話した記憶があって、ちょっとまだなんかこう 3D を夢見た時代っていうかさ、なんか 3D になりきってないっていうかさ、まあ、一応 3D なんだけども、なんかこなれてないっていうか、そういう感じ。まだちょっと 3D のゲームがの可能性がどんなのか見定めてるような時代のイメージ。そう、あれはあの状態はね、外してるけどやっぱ張り付いてるんですよ、ボールが。入れろよ、よし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 、いや、ほらほら、行くぜ、行け、スライディング、俺のスライディング、よいよいよ、違う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 、カメラカメラ、頭に来たぜ、行け、いや早いだろ打つの、そこから絶対入んないって、このゲームだったら。よし来た、俺に回せ、お、よし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 、いやー、いいんだけどいいんだけどいいんだけど、前半終了、いやもうこれで終わりにしてほしいんだけど、いやもういいです、はい、そろそろキックオフか、あ、そうか、バルキューレって読むからか、バルキューレ、ベルマーレ、バルキューレ、ベルマーレ、バルキューレ、あ、やべやべ、忘れてた、まあ、ベルマーレとバルキューレが似てるか問題だな。やべ、あれ、はい、お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 わ、あれあれお、14いった、最高記録じゃない、多分前回の覚えてないけど。パスパス、これに回せ、あ、違う、こっち向こうか、よし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 、あれ、これに回せ、いけ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 
シュート。あー抜けなかったか。ちょっと早いかな。引っかかってる引っかかってる。俺に回せ。俺だ俺。うわ、あぶね。頭に来たぜ。俺に回せ。いやいやいや。俺に回せ。俺に回せ。絶対今俺に回せ効果が悪い効果出てる。ヘッドバット。いやほらほら行くぜ。あれ全然スライディングがうまく決まらない。いけもうヒューガ君直伝のスライディング。いや違う、そうじゃない。よし、来たぜ。よっしゃー。ここだよな、ポイントは。今の結構綺麗じゃない？今ので大体こう、皆さんもね、3DO で、このゲームをやる機会があれば、ぜひ試してください。やべ、引っかかってる。よし。俺に回せ。決めてやるぜ。パー、ジャンプ。で、横に。シュート。あー、受けてなかった。クソ、打てなかった。間違えた。思い出した。あのパターンはあれか。あれ、もう少し横ずれしないとダメか。横にシュ、間違えた、ボタン間違えた。パスボタン押しちゃった。間違えたパスボタン押しちゃったよ。取れると思わなかった。いや、そう、邪魔だ、お前ら邪魔だ。よし、あ、味方が取ったか。よし、お前が取ったけど俺がもらう。あれ、いや、危ねえ。バカな、俺に回せ。よし。あれ、間違えた。頭にスッチ。バカな。よし来た。間違えた。間違えた。あ、入ったよかった。間違えてまたパスボタン押しちゃった。違うんだよ、シュート C ボタンなんだよ、 A ボタンじゃないんだよ。俺に回せ。ほら行くぜ。いや、やべ。お、勝ったね、スパイラル勝ったね。清水スパイラル、バルキューレ平塚に勝ったよ。やばいな。なんだかんだやっぱかかるな。3話ぐらいしか進まないね、これ試合が長くなると。いや、
ファールもあるしな。柳、ちょっといいか。寺林。どうしたんだ？お前が俺を訪ねてくるな。なあ、柳。あのアスカイでさえ辰村をマークしてきた。辰村はそんなにすごいのか？あいつと俺の違いは何だ？お前ならわかるはずだ。教えてくれ。練習の時のあいつはそんなにお前や他の奴らと違わない。ところが試合となるとなぜかスピードもスタミナも他の奴らとは比べ物にならないぐらいにアップするんだ。もう少しでその秘密がわかりそうなんだが。そっか。柳、ありがとうよ。じゃあな。寺林、訪ねてくれて光栄だよ。だからスライディングとね、スライディングとね、スライディングじゃねえ、スライディングとね、ショルダータックルを覚えて。続けっか。ま、せいぜい頑張るんだな。いやね、態度だいぶ違うぞ。次どこだろうな。さあ、サテライトリーグの第5節目になってますます盛り上がってまいりました。一体どんな戦いが繰り広げられ。あ、ちょっと困ります。手前にこうテーブルがあるといろいろやりやすいなと思い始めた。ちょっとね、配信状況を整えるという意味で。犬山弘樹や。な、なんだ。辰村光。南蛮生まれやか南米生まれやか知らんけど、お前を絶対ゴールに近づけさかい、覚悟しとけよ。おもしれえじゃねえか。どいつもこいつも辰村、辰村かよ。今日こそ辰村の秘密がわかるかもしれない。よし、またこの子のこの子の話だけは聞いてあげよう。やっぱほとんど試合の時間だよな。シナリオ部分の時間あんまりかかってないもんな。フォーメーションは 3-2-5 の3バックシステムよ。犬山ひろき率いる鉄壁のディフェンストリオのおかげで、その分フォワードの人数が多く攻撃力も高くなっているわ。これどこだ、どんなロゴだったっけ。お、そろそろキックオフか。守備が良いチームね。え、っていうか、決めてやるぜ。この色味ってなんだろう。鉄壁のディフェンス見せたんでー。セレッソかな。ん？ピンクっぽかったよね。セレッソが多分ああいう色味だけど、この時期セレッソってまだ J2 だったか。よっしゃ、あれ
そっちなの。ああ色味が分かりにくいな。やっぱセレッソだよねこれ色的にね。いけー。守りを崩すんだ。おりゃ。色味的に分かりにくいんだよな。よっしゃ。ちょっとな。いや多分リアルな色はだいぶ違うんだけど。このモニター上で見ると結構紛らわしいんですよ、このぐらいの色だと。いやいやいや、ぐるぐる回りすぎ。守りを崩すんだ。いや、守りを崩すんだ。やべ、間違えた。今自分ボール持ってたの気がつかなかった。たまにあるんだよ、こう密集してて誰が持ってるかよくわかんない。あ、来た来た。いけ、あれ、つら、一瞬前にやられたな。一瞬でもないけど、まあいいや。ゴールまで行かせんで。シュート。あー、ちょっと早かったな。しくじった。あ、でもこのチーム守備が強いことになってるから、そんぐらいの。あ、取られた。横走りで早く横走り。あれちょっと待って。ああ、入れられた。負けてんじゃん。やばい。行くぜ。マジで行くぜ。ちょっとマジで。ああ、PK じゃないのか、PK じゃないのか。いや、ちょっとそこ前、ゴール前誰かいろよ。よし、入ったから OK。 ああいう混戦になると意外とコンピューター役に立つな。で、あとファールは無制限 OK。 ちょっと追いつけ。おお、俺に守りを俺に回せ。よし、来た。あれ、俺じゃないの。守りを崩すんだ。味方にスライディングする男。あれ、ダメだ。スライディングしたかと思えば、あ、追いつくぞ。あ、ちょっと邪魔。よし、オッケー。お、入ったな。え、今のよくわかんないけど入った。よかった。これで勝ちだろう。あとは何点取れるか。あ、すげえファールが見れたね。守りを崩すんだ。いけ。あ、走れ。あれ、ボール出てんだろ。あ、そうなるね。守りを崩すんだ。よし。ガルくんっていいんだっけ、キャラクター。あ、いやー、やったぜー。あー、ちょっと遅れたか。なんだかんだ言ってこのタックルからのもう使えるな。ファールもらわなければこのタックルからこのジャンプ使えるな。結構これいいね。あ、入った。危ねえ。やっぱキーパーに追いつかれないことだね、あそこで。結構 2D 系のサッカーゲームだとあれやってもキーパーが勝っちゃうんですよね。ボール取っちゃうんですよね。でもこのなんかよくわかんないです、多分そこそこ 3D やってるこのゲームの場合はそこそこ、こうそういう
なんか 2D だとやられちゃってる部分が、あ、やべえ。タック。あ、これ B ボタンで行こう、ここ。あ、 B ボタンメインでやろう。入った。もう、もう囲まれてます。 B ボタンだね、やっぱり B ボタン最強だよ。 B ボタン最強、 B ボタン最強。 B ボタンだな。今後 B ボタンでいこう。次回まで覚えてるか分かんないけど。ああ、1個前の着地で周知しないとダメなんだよ。これ、え？え？フェード早くね？はい、じゃあ後半。この時間だともう1話が限界だな。巻きでやってるんですけどね。あれあれあれ、くくあれく、あれ、違う違う、く、10、11、12、10、あれ、13、あれあれ、B ボタン、 B 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 ボタン、シュート。いった、これですよ。ついにこう編み出したね、このゲームの攻略。次回まで覚えてられるかわかんないけど、 B ボタン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 、B ボタン、 B ボタン、 B ボタン、 B ボタン、シュート。違うんだよな、左右どっちか振らなきゃいけないんだよな。お、いけ。ダメか、あのパターンダメか。スライディングでも多分キーパーが勝つんだろうな、あの場合だと。あー、またミスった。一個遅かった。もう B ボタン、 B ボタンじゃない、あ、まあ、B ボタンで、 B ボタン最強だよ。ほら、 B ボタンで1対1持ち込んでからのシュート。ボール取られた時にはショルダータックルで、ボール取ったらスライディングを避けるジャンプ。でゴール前でシュート。あれ、ちょっともう少し狙いたかったな。もう少しポイントを見極めたいな。キーパーが来て足元に近づいたあたりで打てると最強で、ファールを取られてもカードはつかない。追いつくぞ、追いつくぞ、斜め走りで追いつくぞ、横走り。あ、守りを崩すんだ。ちょっと、よし。守りを崩すんだ。パスだ。よしよし、俺に回せば大丈夫だ。俺に回せば。俺にシュート。ああ、ちょっと遅かったか。ああ、よし。あれ、どっちか分かんないけど、俺にあれ、ちょっと待って、ここで
ちょっと待って、あいつにパスとかしたら、あ、間違えた、シュート、ちょっと、あれっしょ、カメラ回りすぎだよ。あれ今どうなった？今どこにボール、あれ、なんであんなとこにボールあんの？守りを崩すんだ。今パスをしようとしてシュートを打ったし、しかもゴール前にいないのに入らないし、最悪だったね。これは普通に、ここはもう押さなくていいよ。B ボタン。そっか、あれでゴール前ここにいるから、こっち側にこう行ってシュート。あれ？ちょっと遅かったか。ちょっと近づきすぎたな。追いつけ追いつけ。ヒカルくん、ヒカルくんえげつないタックルばっかしてるけどね。来い。あれ外した、あれ外すんだ。今の完璧にさ、キーパー前に押したしさ、入っておかしくないのに、しかも A ボタンちょん押しだからさ、連打してるから、なんであれ外すのかな。守りを崩すんだ。あこれはダメだ、あこれやっぱ張り付いてんな、あの状態のキーパーとボールは張り付いてんな。昔なんだっけな、ハドソンのね、スワミで最後に出したサッカーゲームはね、なんかあの辺の処理が甘くて、スライディングかなんか食らわせて、キーパーがボール落としたところをこう取りに行けるから、なんか無限に点が取れた気がするんだけど。昔ね、もうアホみたいに一人でサッカー、あ、一応いや関係ないんだけどさ、もういいんだけどさ、なんかね、キーパーにが取ったやつをスライディングかなんかでボールを落とさせてシュートとか、違ったかな。コナミのね、初期の頃のサッカーもなんかそこら辺が若干通じるやつあったような気がするんだけど、もうどのゲームだか覚えてないや、サッカーゲーム出すぎて。時間的にもう一試合いけ、もう一試合っていうか、ここは、この試合、このイベントが1時間いかなければもう一個いけるよね。ちょっといいか。これ誰だっけ。何、分かった。ああ、辰村の秘密がやっと解けたんだ。試合の時の辰村はいつもトップスピードで走っているわけじゃないんだ。ドリブルしては止まってチャンスを伺い、ここだと思った時に猛然とダッシュして、やってた、やってない。緩急自在のリズミカルな攻撃、それが辰村の強さの秘密なんだ。柳、俺にも辰村みたいにやれっていうのか。ちんたらサボってるようなプレーをしろっていうのかよ。攻めて攻めて攻めまくるのが俺のプレーだ。今さらスタイルを変えようとは思わねえぜ、寺林。いやいやいや、悪いな柳、来てくれたのに。いや、寺林、意地を張ってちゃダメなんだ。なんだろうな、どっちに感情移入させたいのか分かんないしさ、どっちがトップなのかもよく分かんないんだよな、このアニメ実は。どうする、続けっか。まあいい、これ最後だな、この次の話が最後だな今回。よし、まあ、てかあと2話いけるかと思ったのが1話だから、残念って残念だな。まあ点入れすぎなのかもしんない、試合で、あの分試合止まるからね。ということはちょっともう1回ぐらい追加すんのか。
つが例の稲尾だよ。オランダ帰りのエースか。なんだあいつ。お前のことを知ってるみたいだったな。俺も有名になってきたもんだぜ。よし、オランダ仕込みの稲尾のサッカー一丁ブラジル流に料理してやっか。チームの雰囲気は盛り上がってきている。これであいつさえ動ければ俺は俺のサッカーをやるだけだ。辰村の真似なんかしなくたって。ありがとう。フォーメーションは 3-2-3。 オランダ帰りのエース稲尾司を中心に典型的なヨーロッパスタイルのロングパス戦法をしてくるわ。本当か。バビロンってどこだ。バビロン。でも青っぽいユニフォームだとしたら、なんだろうな、マリノスとかなのかな、フリューゲルスかな。でももうフリューゲルスはまだあるよなさ、この時期ならね。どこだ、この色味なんだ、この色味。これもベルマーレっぽくも見えなくもないけど違うもんな。バビロンこれ なんだ、どこだ、バビロン。バビロン何、あれどこだ今の。バビロン、あの色味ってどこだ。あれあれあれ、あれ14なんかもう行かないよ。あい、あーあああれ、これ出ちゃっていいんだっけ。出ちゃダメだろ。出たこと自体がダメだろ、あのボール蹴る前から。いけいけいけ。いやあ、あそこ追いつけ追いつけ。オランダ流だじゃねえよ、もう。パスパス。俺に回せ。いやまあ吹かれるわな。俺のこのブラジル流だじゃないか。よっしゃーよっしゃー、バラッチャー、いいぞ。これがオランダ流だ。いやいや、そこでなんでいきなりオランダ流が出てきた今。どのシチュエーションで今オランダ流出てきたんだろう、よくわかんねえな。こっシュート、よっしゃー。あの辺だとキーパーが取りに来てもどうやらシュート勝つみたいね。これがオランダ流だ。ええ、そのキックオフで言うの、あの人。あと何回聞かせられるか、聞かせられるじゃないか、あの声を聞けるかね。あーちょっともう一回、ちょっと多かったな。このタイミングも出るよね。俺に回せ、俺に回せ、上がれ上がれ、よっしゃ。パス、お前にパスだ、打て、よっしゃ、いけるね。
パスでもいけるね、このぐらいのパスなら。てかロングパスとかボタンない、1個しかボタンないからさ多分あのセンタリング的なのもやりにくいとは思うんだよね。でもパス、あのパスでいけるんだったら、なんかもう少しなんか戦略の幅ができるような。これがオランダ流だ。シュート。俺に回せ。上がれ。俺に回せ。よっしゃ。オランダ流だ。俺のオランダ流も見ろ。俺のオランダ流も。あ、やっぱ打つの忘れた。オランダ流かどうかもよくわかんないけど。じゃーん、ドーン。はい、よし、俺のオランダ流ジャンプドリブル。パス間違えた。でも今のちょっともう一歩前だった。あ、ここでシュート。よっしゃよっしゃ、あそこまで迫ってきたらどこの位置でも関係なくシュートいけるね。これがオランダ流だ。さっきみたいにこうキーパーをおびき寄せてのパスでシュートを出せるっていうのもまあやれるから、ちょっとそこで幅が広がりそうな気がするんだよね、このゲームまあどっちにしろこのやってる時点でイカサマサッカーなんだけどさこれやってる時点でイカサマサッカーなんだけどさ、はっきり言って。よっしゃなんか見えてきたね、見えてきた、だいぶ見えてきた、だいぶ見えてきたけど試合長引くんだよな、ゴールすると。俺のオランダ流も見せてやる。俺のオランダ流や。っていうかオランダの色味のイメージって僕の中ではオレンジなんだよね。今どうなってるのか分かんないけど、だからこっちなんだよな、オランダ流見せんなら。一応ブラジル仕込みの主人公だけど。なんでこのゲームレッドカードとカードを入れなかったんだろうね。まあ多分チーム編成とかが補欠とかが使えないからなのかなって気はするけど、僕みたいなプレーすると次の試合誰使えないみたいな管理必要だもんね。まあ、あれそういえば今まだ前半だったっけ前半かよ。わっ、これがオランダ。そっか、前半終了時は結構すぐファッとフェードアウトしちゃうのか。なんか笛吹いてから早いなと思ったんだけど。俺のサッカーは通用しねえってのか。いや、5点取ってんだからさ、あんたパス回してシュート打ったじゃん、あんた生き向こうだねーよ、楽しく行こうぜな。辰村よし、5点取ってんのに何が不満なのかね。よし、そろそろキックオフか。バビロンな、どこだ、あの色は、色味がバビロンが思い浮かばないんだよな。 あ、1、2、3、4、あ、やべえ、やっちゃった。5、あれ5、6、あれ6、7、あれ7、8、9、10、10。
ダメだ、ダメすぎる。これがオランダ流だ。まあやっぱここか。やっぱもう余裕ですよ。ああちょっとタイミングが悪かったな。そうだな、あの寄ってくるタイミングとジャンプから着地するタイミングっていうのをね見極めなきゃいけないんだよね。知らねえよもう。そこから始まるか。よし、よし。か、場所関係ないな。以前はなんか左端の方が、まあ、45度とかまあよくあるけど、ああいう角度狙ってやるのがいいのかと思ったけど、もう分かっちゃったな、これ。もうとにかくどこでもいいんだよ。行っちゃった。あ、取られちゃダメなんだよ。やべやべやべ、これやばいやばいやばい。あ、大丈夫だった。俺に回せよ。上がれ、俺に回せ。よっしゃ。まああえて正面行こうか。正面っていうか、あ、今ジャンプ一回多かったよ。邪魔だ邪魔だ。いや君、あれだったらまんまゴール突っ込んだ方が良かったかな。しくじったな。でも今のが一番感覚的にはいい、一番いい戦略取ってるけども、シュートボタンがうまく機能しないんだな、あそこだと。畜生だね、畜生。あ、ちょっと早かった。もう一個早かったか。タイミング難しいな。あれ。キーパーと逆方向に蹴ってんのに入らないって、それこれがオランダ流だ。俺の斜め走りだ。なんか横狙っちゃダメなんだ。やっぱキーパーが足元に来て打たないと、まっすぐ打たないと入らないんだよ。今また一番いいシーンだったはずなのにな。よしよし、久しぶりにお前ら活躍してくれるじゃん。いやそれは無理だろ。お、誰が決めたらよくわかんないけど、いいや。これがオランダ流だ。いやもう何なんだろう、負け方がオランダ流なのかな、よくわかんないんだよな。ミスった。やべ、オランダ流やろうが。オランダ中も一人で走ってるな、ずっと。
いや10点はいかないな。ちょっと未だにバビロンがどこかわかんないよ。笛鳴ってんのに、あれ結構長かったな。笛鳴った後やっぱ前半はすぐ終わるんだけど、後半は結構待ち時間があるね。なんでだろう、ロスタイムよくわかんないけど、ああこんなに時間をオーバーしてしまった。しゃあない。さて彼は膝林くんやるじゃないの。抜群の動きだったぜ。よせよ膝前シャーン。おいこの子の子何すんだ、やめろ。おいこれでいい、これでチームが動き出す。どうする、続けて。いやもう無理です、今日はここまでです。本当にやめるんだな。いやそういう、いや続けるやめるって部活やめる勢いなんだよな、こいつのセリフって。もう帰ってこなくても構わねえ。いやいやあんたさっき今構成したばっかじゃん構成っていうか、いやちょっと不安だから一応セーブされてるか確認だけしとくか。ストーリーモード続き今ここね、じゃあ 10はなってますね。はい、ということで今日はこの辺りにしようと思います。20話って言ってるからちょっと1回分伸びるね。まあしょうがないですね、これは試合の時間がまんまプレイ時間に影響するんで、まあ、次回も頑張っていくことになるかと思います。あと3回ぐらいになるかと思います。はい、ということでこのチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕にね、僕になんかこういう企画いいよとか質問があったりする場合はコメント欄にいただければと思います。また、拡散、SNS に拡散していただけると助かります。ということで、以上、酒缶でした。